人生変わる知識のネットフリックス D ラボは概要欄からどうぞ。というわけでですね、今日もやっていきたいと思います。なんかお前いつもと違うところにいるなと思う方いらっしゃると思うんですけど、ジムにいます。はい。なんとですね、ジムは筋トレするところでもあるんですが、なんと僕のジムはですね、酒があるということで最悪。はい。というわけでですね、今日はですね、グルフエールのエシゾートリシュブルを飲み比べしながら、ジムで放送していきたいと思います。乾杯。お前アホだろと思う方いると思うんですけど、自分のジムだから別に誰も文句言われないんでね。人生って遊びなんで、やっぱり遊び心を発揮してけしからんことをですね、犯罪以外のけしからんことを全部やるっていうのがやっぱり人生の楽しみ方だと僕は思うので、これもありかなというところでやっていきます。はい。というわけでですね、今回は、そんな遊び心も大事よねって話もちょっと今日踏まえてですね、行動を最大化してくれること、トップ5ということでやっていきたいと思います。はい。既存のね、研究とかをですね、参考にしまして、やっぱり僕らって、自分たちの借りられた時間、借りられた人生を最大限に使いたいじゃないですか。じゃあ自分のこの人生を最大化するためには行動を最大化しないといけないですよね。毎日の行動だったりだとか、チャレンジするときのモチベーションだったりだとか、自分のこう1秒1秒の行動が最大化されれば人生というのは最大化されますよね。この方法を今日はご紹介していきたいと思います。はい。それでは第5位、第5位は物を減らせば最大化するです。はい。これはね、まあもう皆さんも経験あると思うんですけど、旅行に行ったりとかホテルに行ったりとかするとやることないから仕事がはかどったりとかするじゃないですか。もっと分かりやすい例で言うと、学生の時とかに家でなんか勉強するよりもカフェとか行った方が勉強できたりとかすることあるじゃないですか。あれって余計なもの持ってかなくていいから、その周りにね、自分が管理しなくちゃいけないものがないから、結果的にですね、その目の前の行動、例えば勉強とか仕事とか、それは最大化しているわけなんですよ。で、これ何が大事かっていうと、物を減らすと、人間の集中力が分散しなくなるので、結果的に目の前の一つに集中すると。で、一つに集中すると、時間の量と質が激減するんですね。まず物を減らすことによって、物を片付ける時間とかも減りますので、こうすると、まあ当然なんですけれども、余計なことに時間を使わなくて良くなるし、さらに質も高まります。物が少ないと人間ってその頭を回転させて工夫したりとかして物事を解決しようとするので、スキルも上がるし、余計なね、いろんなことを試したりとかしなくなるので、結果的にですね、やっぱり行動が最大化されるということなんですよ。はい。なんでね、めちゃくちゃおすすめです。はい。ぜひですね、今自分が持っているものを半分まで減らしたら、まあ、生産性が 1.3 倍ぐらいになります。僕の感覚だとね。はい。で、もし皆さんが持っているものを今持っている分量の10分の1まで減らしたら倍ぐらいになります。はい。ぜひやってみてください。というわけで第5位が物を減らすと行動が最大化するでした。続いて第4位、はい、第4位は既存の人間関係を減らせば最大化するです。はい。これはどういうことかっていうと、結局ね、僕らって今ある人間関係を減らせない人ってですね、どん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 その今ある人間関係の中でしがらみっていうのが生まれてくるんですよ。で、これは人間関係全部がダメなんじゃなくて、人間関係って代謝させないとダメなんですよ。だから今ある人間関係がマックスになっちゃうと、分かりやすい例だったら、もう服でパンパンのクローゼットと同じです。そうするとパンパンになってるクローゼットってもう物が入らないから服買えないじゃないですか。でもどんどんトレンドが変わったりとか、服が古くなってボロボロになったりとかしてきて、でもスペースは同じだけ取っちゃうから、そう、実は、まあ、服も人間関係もそうなんですけど、人間のキャパシティギリギリまでやっぱり増えちゃうんですよ。服も人間もね。だから、新しい関係を入れたりとか、古いしがらみを捨てるためには、やっぱりそのクローゼット、人間関係もそうなんだけど、服でもそうなんだけど、人間関係のそのクローゼットを減らさないといけないんですよ。で、この減らす分量をまず言います。これ何かっていうと、まずは3割減らしてください。人間関係を1割減らしてもあんま変わらないんですよ。でも3割減らすと、新しい人間関係が欲しいなって人は思えるようになるわけなんですね。だから3割以上減らして一旦、この人たちとだけ取るみたいに決めるんですよ。そうすると2、3割ぐらいまで減らせるので、はい。で、そうするとどうなるかっていうと、やっぱり新しい関係を求めるようになるんです、人間は。で、昔手に入れた新しい関係、古い関係よりも、今手に入れる新しい関係の方が今の皆さんのライフスタイルに絶対合います。人間というのは考え方も変わるし生き方も変わるの で、生き方や考え方が変わったり自分が成長するとしっくりくる人間関係も変わってくるんですよ。だから必ず新しい人間関係、古い友人も大事ですよ。でも新しい人間関係の方が役には立ちます。あと発見をくれます、今の自分の人生に対しては。だからやっぱり行動を最大化するってことを考えると、10年前の自分の取りたい行動と今の行動なんか絶対違うじゃないですか。だからやっぱり既存の人間関係を減らす、できればまあ最低3割、できたら3分の1ぐらいまで減らしてしまうってことをすることによってですね、やっぱりですね、人生を最大化しますよということが言われてます。で、実際にね、20代の間にね、人間関係を思いっきり増やして30代でガッと絞るってことをやってあげると、人生の幸福度が最大化するよみたいな研究とかあるんですよ。要するに人間関係ってのは一旦増やして絞る、
増やして絞るってことをやることによって、たくさんの中から今の自分に必要な人間関係を選んでいくことができるので、その減らすってことと増やすってこと両方できないとダメなんですよ。はい。ちなみにこの人間関係を上手にリセットして、そして新しい人間関係を効率よく作るための方法も、概要欄の方から D ラボでは紹介してますので、ぜひですね、詳しくは D ラボの方を見てみてください。というわけで第4位でした。続いていきましょう。第3位です。はい。第3位は、リコネクトで最大化するです。はい。まあ、今言った通り、新しい人間関係を増やしたり減らしたりするのは大事ですよって言ったんですが、結構めんどくさいと思う方いると思います。そういう場合は、リコネクトを使いましょう。はい。実はね、先行研究とかいろんな研究を見ると、久々っていう、この関係には、あ、どうも初めましてよりも、価値があるということが分かってるんですね。これどういうことかっていうと、僕らって変わってくんですよ、人間って。変わってくので、久しぶりに会う友達に会うと、全然違う人間になってる可能性が高いです。見えてるものも違ければ、その人の立場も違うし、考え方も変わってるんですよ。ところが、久々ってなるってことは、当然ですけど、昔の友達ですよね。昔の友達と久々に会うと、なんだかんだ少し喋ったら、昔と同じ感じになってフランクに話せるじゃないですか。だから実は、初めましてってなってから、だんだん打ち解けてって相手から学びが得られるまでの距離に縮まるよりも、おー久々の相手は、相手もちゃんと変わってるから違う人間になってるんですけど、でもすでに距離は近いじゃないですか。だからね、効率よく学べるんですよ。で、実際にリコネクトをする、久々っていうふうに友達に連絡する頻度が高い人の方が、まあ、人間関係もいいし、幸福度も高いし、仕事もできるって研究も出てるので、ぜひですね、リコネクトを上手に使ってみましょう。というわけで第3位でした。続いてはですね、人間関係とかではなくて、相手がいなくてもできることです。第2位。第2位は、心肺機能を鍛える運動ですね。はい。まあ、ジムで言うね、言うとなんかしっくりくる感じもしますけど、心臓とか肺の機能を鍛えるタイプの、例えば、ヒートとかヒットって呼ばれる、HIIT っていう運動ですね。まあ、これも D ラボで詳しく解説してるんで、よかったら見てみてください。短時間でガーって動いて、で、自分を追い詰めるタイプの運動ですね。はい。こういった心肺機能を鍛える運動をするとですね、疲労対策、まあ、心と体の疲労に対策できるんですよ。つまり、疲れづらくなるんですね。これ当然なんだけども、やっぱり行動最大化しようと思ったら、疲れてるわけにいかないんですよ。ところが気合で頑張れるほど世の中あんま変わりません。感情論とか根性で、続くほどですね、人間ってお利口さんじゃないので、はい、だからやっぱり疲れづらい、心身ともに疲れづらいですね、状態を作る必要があるんですよ。これを作る方法がヒートをはじめとする心肺機能を鍛えるためのトレーニングです。で、実際にね、若い人でもすごい重要って言われていて、高校生ぐらいの時の心肺機能が高いと、実は IQ が高いよりも将来成功しやすいみたいな研究とかあるので、ぜひですね、やってみてください。ヒートも概要欄の方から D ラボで一応紹介してます。はい、やってみてください。はい、というわけで第2位でした。はい。では続いて第1位。もうこれ真理ですよ。続けづらいことが人生を最大化する、です。はい。もっと言うと、みんな、あるいは自分が、続けづらいことを続けることができると、人生や行動が最大化するってことですね。はい。神や運命に抗う唯一の方法は習慣化というふうに言われます。例えば、運動、断食、読書、瞑想、何でもいいんですよ。何でもいいから、みんなが続けづらいことを続ける練習をしてみましょう。こうやって習慣化のテクニックを学んで何かを続けられるようになると自信がつくんですよ。自分はこれ続けられてるから、今新しくやるこれもきっと続けられるだろうと。あとは何かを続けるときってやっぱり挫折そうになるんですけど、挫折を乗り越える練習にもなるんですよ。これがやっぱり行動を最大化してくれるので、ぜひですね、神にあらが唯一の方法は習慣化です。皆さんに困難を与えたりとかね、こんな不平等な世の中を作ってるですね、意地悪な神様に勝つ唯一の方法は習慣化なんで、ぜひですね、続けづらいことを続ける、まあ、習慣化のテクニックを学ぶというのがですね、おすすめ第1位になります。僕も習慣化できるようになってから人生変わったんで、おすすめなのでぜひやってみてください。でもなかなか習慣見つけるの難しいじゃないですか。ご安心ください。実はね、心理学ではですね、習慣を身につけるためのですね、最強のテクニックも実はかなり明らかになっております。そんなですね、人生の半分以上を決める習慣的な行動を操るためのですね、5つの超習慣術、今日のですね、続きの動画として概要欄、コメント欄の方から見れるようになってます。ぜひですね、続きは D ラボの方から人生の 50% を占める習慣的行動を操る5つの超習慣術の方でお会いしましょう。まあ、習慣術に関するおすすめの方も概要欄に入れておきますんで、合わせてチェックしてみてください。それでは続きはコメント欄、ディラボで5つの習慣術でお待ちしてます。バイバイ。